2シーズン制あるいは日ステージ制は、スポーツ競技のリーグ戦を年間で2回の時期に分けて、して実施し、2回のシーズン成績をもとに、年間優勝者を決める制度である。前期後期制とも称する。英語では、スプリットシーズンと称する。通常、スポーツ競技の年間スケジュールでは、開幕から閉幕までを一つのシーズンとして、成績を争うが、 これを年間で2度実施し、2度のシーズンの成績で、年間成績で争う方式にしたものが2、シーズン制である。それぞれのシーズンでの優勝者は、優勝決定戦で優勝を争う。なお同一チームが2回のシーズンで共に制覇した場合、優勝決定戦は行わず該当チームを優勝とするケースや、2チームと優勝決定戦を実施するケースなどがある。 各国のスポーツにおいて2シーズン制が実施された例を挙げる。メジャーリーグベースボールメジャーリーグベースボールでは1981年に実施された。この年はシーズン途中に選手会が50日間に及ぶストライキを決行し、シーズンが同年6月12日から8月8日まで57日間中断されたこともあり、開幕から 中断直前の6月11日までを前期、中断明けの8月10日から閉幕までを後期とし、地区優勝決定戦を実施した。日本プロ野球日本プロ野球では、1937年と1938年、及び、1973年から1982年の2度にシーズン制が実施されていた。この他、 二軍でもウエスタンリーグが2003年と2004年の2年間実施していた。また、パシフィックリーグは変則的な2シーズン制として、1952年に7チーム18回総当たり戦の後、上位4チームによる4回総当たり戦が実施されていた。全チーム参加する予選リーグが前期、上位チームだけ参加する決勝リーグが後期に相当していたが、 決勝リーグ進出チームの通算成績は予選、決勝通算で決定した。独立リーグにおいては四国アイランドリーグプラスが2006年から BC リーグが2008年からそれぞれにシーズン制でリーグ戦を行っている。2009年発足の監督は初年度よりにシーズン制を採用した。2014年発足の新幹線独立リーグは2015年に 二シーズン制を導入したが、2016年以降は、再び一シーズン制に戻っている。また、日本女子プロ野球機構も2012年までは、二シーズン制で争う方式をとっていた。韓国プロ野球、韓国プロ野球では、1982年から1988年まで、実施されていた。中華職業棒玉大連盟台湾プロ野球の中華、 職業棒玉大連盟では2000年から実施されている。J リーグ J リーグでは1993年から1995年、1997年から2003年までと2015年から2016年までにステージ制を実施していた。日本フットボールリーグ日本フットボールリーグではシーズンの全体の総当たりを1999年のみ。 全中後期、2000年から2011年までは、前後期に分けて開催されていたが、これは、天皇杯のシード権獲得クラブ決定のためであり、年間順位は、シーズン通しての成績で決定されていた。2014年から再びにステージ制となったが、2011年までとは、異なり、年間、全26節を13節に区切り、 それぞれのステージ別順位を定め、1位が異なる場合は、ホームアウェイ方式によるチャンピオンシップを行う。3位以下の通年順位は、前後期の合計による。なお、2012年と2013年は、通年制だった。2019年から、再び通年制になりチャンピオンシップは廃止された。 F リーグ日本フットサルリーグでは2013年の2014年シーズンのみ、2ステージ制を採用した。これまでは1シーズン3回総当たりとしていたが、2ステージ制の採用により年間の総当たり回数を1回、追加して4回とした。決勝トーナメントは各ステージ1位クラブ同士の直接対決ではなく、各ステージそれぞれの18節終了時点での、 成績をポイントとして置き換え、その獲得ポイント上位の4クラブによる、ステップラダー方式のトーナメントであった。K リーグ K リーグでは2004年から2006年まで、実施されていた。前期、後期制覇チームに、それ以外のチームでの年間通算成績上位に、チームを加えた4チームが、プレイオフに進んでいた。アルゼンチンプリメーラディビジョンアルゼンチン一部リーグ。 プリメーラディビジョンでは1991年、1992年シーズンから年間2回総当たりをアペルトゥーラとクラウスラの2ステージ、それぞれ1回ずつ総当たりのリーグ戦で優勝を争っている。2011年、2012年シーズンまでは優勝クラブが異なった場合であっても年間決勝戦は行わず、 それぞれのステージの優勝クラブ、それ以外のクラブで、年間の総合勝ち点上位3位までに、コパリベルタドーレスの次のシーズンの出場権が与えられる仕組みだった。2012年、2013年のシーズン以後は、前期をイニシアール、後期をフィナールと、それぞれ勝しそれぞれのステージ1位が異なる場合、後期終了後に年間総合優勝をかけた、決勝戦。 フィナールカンピオナートをセントラル開催で行う。3位以下の順位は、全後期の通算で決定する。フィリピンプロバスケットボールフィリピンプロバスケットボールでは2004から05シーズンから実施されている。前期は、フィリピンカップと呼ばれ、フィリピン人選手のみが、出場選手登録できる。後期は、フィエスタカンファレンスと呼ばれ、外国人選手の登録が認められる。 他のプロリーグでの日シーズン制とは異なり、年間王座決定戦は行われない。ありがとうございます。